今日は昨日姉が床にちょっと滑って転んだらびっこを引いてしまったんで、急いで朝一起きてこれから病院に向かうところです。ねえ姉、うん、姉は痛いって言わないもんね。いや痛いって、うん、ちょっとどんななってるかちょっと病院行かないとね、大きくなったから足に負担がかかると大変なんだよね。ちょっと待ってね。猫ちゃんの検査してもらおうね。ここにこうね、白い見えますね。本当はないんです。ああ、そうなんだ、はい、でももっと広いとこの3区が全部真っ白になりますので、うん、そこまで広く これですか。ここにこう黒いとこありますね、うんうん、ここからもっとここも真っ白なんです。こういうふうに3区が広いともっと水たまるんで、そこまではひどくないと。あ、だからちょっと地図症になるしかならないかなと、うん、まあ、なんかちょっとここ本当だ、本当だ、ここもちょっとね、こっちに比べる、こっちに比べると左ちょっと薄いですよね、はい、あのここの中心がここが入ってないんですよ。ちょっとちょっと浅いかな、うん、本当だ、全然違いますね、ここがね、右と左でね。ですからちょっともしかするとこうやって関節を痛めちゃう原因って、一番大きな原因としてやっぱりこういうふうにあのちょっとね、これここをさらに引き伸ばしたか何かで炎症起こしたんだと思います。ここに、うん、で滑っちゃったからね。でここに水が溜まるんですよ。それがレントゲンに移ってくるんですよ。でひどいとここ全部水になるんで、さっき言ったようにこう水だらけになって、切れたりなんかするともう水だらけになる。そこまでいってないと思って、じゃあここはかなり痛めた。もうこの水は溜まった水はこう自然に抜けるの、まあ、元に戻れば治ると思う。じゃあとにかく体重を増やさないこととか、あとは激しい運動をしない、あと滑るところで走らせないみたいですね。絶対してください。そうですね、なんかやっぱあれカーペット敷いた方がいいですよね。ああ、もちろんいいでしょうね。うん、あのカーペットも固定してもらうといいと思います。はい、引くだけじゃなくてカーペット固定してこう色が滑らないようにしてもらうといいです。わかりました。あとは体重増やさないです。もうこれでおくとダメ。わかりました、はい、じゃあちょっと飲み薬を出します。でちょっとしばらくかかりますからね。1ヶ月にかけて平気にかかります。はい、はい、ちょっと長期戦になると思います。わかりました。重心体は人間の要するにこうあの膝が痛くなっちゃったよと同じ実なので、そう簡単にちょっと治るんです。わかりました、はい、あんまり治りが悪いようだと、うん、さっき言った手術です。でさっき言ったバーニーズはちょっと免疫時間関節になってので、だから手術して私がやってもうまくいかない場合もあるかもしれないので、うん、あと整形外科医の先生とかに回しますので。はい、わかりました、はい、じゃあ定期的に来ます、ね、そうですね、ちょっと定期に来てもらうようになると思います。はい、わかりました。1週間くらいしたらまた来てもらっていいですかね。はい、じゃあ痛み止めをしておきます。痛み止めと、はい、あとあの関節のサプリメント出しておきます。はい、じゃあくれぐれも安全ですからね。はい、はい、ありがとうございます。二度目が止まって気をつけてください。はい、はい、お願いします。はい。